今回も、バトルフィールドハードライン、始まるよー。今回のマップは、リプタイド。意味は、嵐追って意味らしいね。レボリューションとして、嵐が来るのが特徴かな。まるで、EF4 のパラセルストームを彷彿させるマップですね。あれは人気が高かった。一時期メガトロンがいるとかいないとかの噂が立ちましたね。そうそう。まあ、後のダウンロードコンテンツで出ることになっちゃったんだけどね。そんなサナエさんは一回も実際には見ていなかったらしいですね。条件がちょっと面倒くさいんです。はいはい、そうでちゅねー。いら、そういえば、ゲームモード言ってませんでしたね。ゲームモードは、チームデスマッチです。1回目も同じモードでしたよね。いやー、ここ最近チーデスにこもってて、他のモードをやる気力がないのよ。やるとしてもハイストやホットワイヤぐらいかな。着実にチーデスミンになりかかっていますね。ははは、チーデス楽しい。あ、すでになっていたか。それで今回はこのマップでのスナイパーの立ち回りについても解説していきたいんですが、それはそうと、今回使用している武器の解説を、ヨウムちゃんお願いしますね。はいはい、今回使用している武器は、犯罪者側専用武器 AWM、5万ドルで購入可能の武器です。最大ダメージ100、最小ダメージは59か、R700 と同じダメージ量ですが、反動、リロード速度は劣っています。しかし、連射速度はこちらの方が勝っています。AWM という名前は、アーティクウォーエアマグナムの略称で、主にイギリス軍が使用している狙撃銃のはずです。実際では、名前にもあるようにマグナム弾を使用していますので、スナイパーライフルのアクセサリーにあるマグナム弾をつけることにより、実在銃に近づけるのではないんじゃないかな。まあ、今回はつけていませんが、ちなみに余談ですけど、この AWM は改良型で、改良前が DF4 にも出てきた。みんな大好き。かどうかは知らないけど、L96A1 です。以上、終わり。え、終わったぞ。寝てるんじゃねえよ。は。いけないいけない、思わず寝てしまいました。というかなんかヨウムちゃん、言い方きくなかった？気のせい。あー、そうか、気のせいかー。そうそう気のせい。でんで、せっかく武器解説もしたし、感想を言わないとね。前回、そういうことしてないくだりについて、それも合わせて言っていくから、勘弁してね。使った感じでは、このずっしりとした重みのある形のためか、ABS 操作が重い感じがするんですよね。だから、移動中の敵に合わせづらいというかなんというか、他のスナイパーライフル使っても同じことだろ。まあ、そうなんですけどね。本作では移動速度が上昇されているようですから、難しいと感じているかもしれませんね。うむむ。これは慣れが必要ですね。ですので、私なりには AWM よりも R700 が使いやすいと思ってます。個人的感想ですので、皆さんは使えるやら AWM やら、使いやすい武器を使ってください。しか、このテック9強くない？ G18C よりも、集団率がいいのかもしれませんな。セカンダリとしては非常に優秀な子ですね。ダダダダダ。ほう、7ストリークですか。まあ、これはキル数も含まれた数ですけど、それでも長く生き残れましたね。どやー、すべてを台無しにするかを、嫌いではないです。さてさて、分隊さんからリスボーンと。しかし、リスした場所が悪かったようで。キル格100ってなんだよ。疑惑の数値。うわ、急に出てきた。これが DFH 名物のクソリスってやつですね。かわいそうに、それに引導を渡したのは誰だよ。ああ、誰でしょうかねー。イラリ、敵がこっちに来るから。と、インゴ。あ、角待ちした挙句、被弾してなおかつ味方に取られるって、だか。しかも味方さんに敵だと間違えられるし。踏んだり蹴ったりだよーと嘆いても仕方ないですね。ここは戦場なりだ障害は不要。前方に敵が複数いますよ。全部は対処しきれませんから、私たちを狙ってる敵だけに対処しましょう。さて、ここでですが、このマップでのスナイパーライフルの立ち回りについて解説いたしましょうか。随分と、また唐突ですね。この話できるわけが今しかないですからね。寝たいな。それでですね、このマップ本島の周囲を回っていればそこそこキルが取れます。ほう、建物の中ではないんですか？建物内は自動小銃の前ですからね。狙撃銃の力はまともに引き出せませんよ。たとえ突砂をしたとしても。なら、その建物の屋上なんてのはどうですか？確かに屋上はスナイパーライフルのベストポジションです。唯一の入り口である橋を押さえれば、あとは上空を警戒すれば安全性は高くなります。ただ、決して難攻不落の城ってわけじゃありませんからね。そこは勘違いなさらないように。撃つってことは撃たれる可能性もはらんでいるわけですからね。その通りです。さらに言えば、チームデスマッチのリス位置は基本島の周辺ですからね。回っていれば、敵と巡り合える確率が高くなります。いわゆる、裏取りですな。言っては申し訳ないんですが、リスキルもしやすくなります。まあ、キルを稼ぎたいんならそれもありですね。おう、ですです。しかし毒を言ってしまうと、そのリスによっては後ろからズドン。もう一人やった。と、要するに、島周辺を回るには360度を警戒しろってことですね。あと、スナイパーライフルでは味方と共に行動することを心がけませんとね。射撃手は、味方あって初めてその変化が生まれますので、何も一人で無理して突砂しなくてもいいんですよ。と、少し指摘なことを言いながら解説しました。と、最後の方、言いたいことを言いましたね。流れ的に言った方がいいかなって。確かこの試合って、パッチ前のものですよね。あ、そうそう、そうです。話によると、武器の情報、下方修正と、リスボーンの改善とかなんとか。武器の修正は毎度のことですが、リス位置の改善は嬉しいですね。リスキルがされにくくなりますからね。これからも4作に向けて修正、改善に努めてほしいものです。本音を言えば、最初から直しておけよっていう話なんですけどね。ひぃ、それは言っちゃダメなやつです。あ、すみません。
ああやばい、いい弾がないよー。死なずに島の半周まで回ってきましたからね。そりゃー、弾もなくなってきますよ。誰か、弾薬箱をくれー。誰も弾薬箱を置かず。薄情な方たちですね。弾薬箱ぐらい置いてくれてもいいじゃないですか。近くにエンペンサーがいないんでしょうね、きっと。疑問ねー。だったら敵さんの武器でも拝借しますよーが。おやおやおや、ガスマスク装備に、武器はノックアウトですか。一緒にしていいなこいつ。確かこれって、スナイパーライフル枠では最強の武器でしたね。そうです。50メートル以内なら胴体一発、遠距離ヘッドショット一発のチート並みの武器ですね。最強確定。ただ、それを解除するのがかなり面倒くさいんですけどね。解除条件にて、早々と諦めました。200キルとか、カメラポイントかならやっているうちに取れるんですが、明星スキルを最後まで上げるのがどうも無理と感じたようです。中回も無理だなぁ。ほんと、それをアイロックした方は尊敬しますよ。はい。なので、使いたくなったらキャンペーンに逃げ込みますわ。はい。つうか、これ結構弾薬あるね。拡張マガジンがついているみたいですな。それに、3.4 倍率の評価。使いづらいな。人様のカスタムをディスってんじゃねえよ。スナイパーライフルのサイトは遠距離用じゃないと力が発揮できないんです。大きく見えるものが少し小さく見えるだけじゃねえかよ。距離は変わらねえから、しっかり当てろや。は。はい。おっしゃる通りでございます。6発消費してやっと1人か。この調子だとあれですか？役ったりしかキルできないんですか？最強武器なのに。おー。私のメンタル数値が削られる。この最強武器を手にして、2人だけで終わるわけないじゃないですか。人様のだけどな。見ててくださいよ、これからバシバシと敵を投げ払ってみせますよ。それはフラグか何かですか？フラグではありません。これは私が起こす奇跡です。そうですか。期待していますよ。すぬぬ。バカにして。絶対に見返してやる。まずは一人。フラグでした。ごめんなさい。知ってた。その後、いいところもなく試合は終了。最後はケーテン&内部補強剤にノックアウトされました。砂の天敵。やっぱ最強の組み合わせですわい。それでは、今回はここまで。また次回、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。時間があった時に言いましょうよ。それもそうですね。では、お楽しみということで。